正面に向かってね。お互いに向き合ってね。じゃんけん。はい、東原町交流、西チーム弁で1本目を行います。頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ集中したい。東原町交流と共に第一試合を勝ち抜けているか。はい、それでは1本目を行います。位置についてよーい。さあ、準決勝の第1試合、1本目が始まります。さあ、準決勝の第1試合、まずは敵チームで、予選出してテクニックの原町交流。さあ、テクニックの原町交流か、下のチーム殿下、非常にチーム殿下、スパイに比べて低く構えるように、かなりの構えるようになりました。展開してテクニック、原町交流か、さあ、チーム殿下、原町交流、より低く、より低く構えると構えています。非常に優しいチームで非常に力強く構えています。さあ地面が揺れていく原町交流チームで、さあ近づいてみている。はい、高山勝負引き分けです。珍しい展開となりました。引き分けです。じゃあ1本目行います。位置についてよーい。まずは低く固めていくところがチームで、低く両者に低く固めていきます。今足を伸ばしていきますが、チームに対して非常に強力なコンディションが変わってきているようなところで、全体が強力しているようなしているのがどうか。さあ、より低く、より低く足が伸びていく。はい、ただいま勝負西チームベンの勝ち。まずはチームベンです。さあ、もう1つもう1つ日本選手ということになります。コートチェンジお願いします。はい、じゃあ2本目を行います。位置についてよーい。はい、ただいま勝負西原町交流の会、原町交流出てました。なんと試合本数の多い対戦でしょうか。はい、3番目を行います。位置についてよーい。体勢としては固めるといきます。最後のチームで見返して低く安定したものを持っていく原町交流。こちらは正解が勝ったとは見えませんが、いかがでしょうか。非常に力を込めて安定したチームで、予想に対して低く低くより低く払っていく原町交流になっています。さあ、3点がどうでしょうか。ここまで3点が要求されてしまうのか、思わないと思いますので、ただいま勝負引き分けです。なんというスタミナ。ここまで力が拮抗する試合が今まであったでしょうか。はい、もう一個行います。さあ、両チームともため息が漏れました。若干それではここでインターバルを取りましょう。はい、3本目を行います。位置についてよーい。3本目の体勢を変えていく。
ただいま勝負、西原の勝利です。原の勝利です。はい、並んでください。はい、整列、はい、整列、整列お願いします。はい、ただいまの勝負、2対0、原町光陵の勝ち。あ、2対1ですね、原町光陵の勝ち。正面に立ってね、いただいて、大きな拍手をお願いいたします。両チームともに奮闘した両チーム。